上流のシミュレーションを実行中のプラトの画面。プラトは、イリアック Y を使って1960年頃、始まった、世界初の汎用コンピュータ支援教育システムで、1970年代末には、十数のメインフレームを使った、世界各地のネットワークで、数千の端末を接続したシステムへと成長した。イリノイ大学で構築され40年間機能し、 同大学の学生の教科学習、周辺の学校や大学の教材などに使われてきた。いくつかの貢献システムが今も運営中である。コントロールデータコーポレーションがシステムに必要なマシンの構築を担当した。CDC 社長、ウィリアム・ノリスは、プラトをコンピュータ業界の一勢力とすることを計画していた。プラトシステムが 最終的に機能停止したのは2006年のことで、その数ヶ月前に、ウィリアム・ノリスが亡くなっている。フォーラム、電子掲示板、オンライン試験、電子メール、チャットルーム、描画言語、インスタントメッセージング、遠隔スクリーン共有、マルチプレイヤーゲームなど、様々なオンラインでの概念がプラトで、確立されていった。1944年の福音閉園語法で、 第二次世界大戦で戦った退役軍人が大学教育を無料で受けられるようになるまでアメリカで大学教育を受けられるのはごく一部の人間だけだった。1950年代前半には急激に入学者数が増大し大学運営側にとってそういった大勢の新入生に確実に教育を受けさせることは重大な懸念事項となった。 そこで工場がコンピュータを使ったオートメーションで生産性を向上させられるなら教育においても同じことができるのはないかという発想が生まれた。1957年にソビエト連邦が人工衛星スプートニク1号を打ち上げたことにより起きたいわゆるスプートニククライシスによりアメリカ政府は科学技術教育に大きな予算をつけたため 1950年代末には多くの斬新な科学技術教育における試みが進められた。1958年、アメリカ空軍科学研究局はコンピュータを活用した教育に関する会議をペンシルベニア大学で開催し、各界から研究成果が報告された。1959年頃、イリノイ大学の物理学者チャルマーズ・シャーウィンは、 工学部長、ウィリアム・エベレットにコンピュータを使った学習システムを提案。工学部長は別の物理学者ダニエル・アルパートに技術者、管理職、数学者、心理学者らを招集させ、その問題についての会合を開いた。数週間にわたった話し合いでも一つのシステム設計を推奨するという結論には至らなかったが、 アルパートは研究室の助手ドナルド・ビッツァーがこの問題についてずっと検討してきており実証システムを構築できると示唆した。ビッツァーはプラトの父とされており高品質のコンピュータ支援教育を提供するには良いグラフィックス表示が重要だと考えていた。1960年最初のシステムプラとイがイリアック愛情で動作開始した。 システムにはディスプレイ用のテレビ受像機とシステムのファンクションメニューを操作する特殊キーボードが含まれている。1961年2名のユーザーが同時に利用できるプラト2が稼働している。プロジェクトの有用性が認められ、プラトシステムは1963年から1969年にかけて再設計され、プラト3が完成した。 これは、プログラミング言語チューターを使って、誰でもレッスンモジュールを設計できるという機能を備えていた。チューターは1967年、生物学の大学院生、ポール・テンザーアが考案した。ウィリアム・ノリスが寄贈した CDC1604 条で作られ、プラト3は同時に20のレッスンを実行でき、 大学周辺の何か所かに専用端末を配置してシステムに接続することができた。プラト3までは陸海空の軍の基金からの少ない出資で賄われていたが、プラト3が運営開始すると誰もが規模拡大に意味があると確信するようになった。1967年アメリカ国立科学財団はそれなりの出資を約束し、ビッツァーは大学内に コンピューター、ベースドエデュケーションリサーチラボラトリーを創設することになった。1972年、新システムプラト4が運営可能となった。プラト4の端末は重要な技術革新である。ビッツァーが発明したオレンジ色のプラズマディスプレイを採用し、メモリー性とビットマップグラフィックスを両立させている。このプラズマディスプレイは、 ベクター描画が高速で1260棒で1秒間に60本の1000か180文字を描画できる。ビットマップとしては512512ピクセルで文字や線の描画はハードウェアの論理回路で行う。ビットマップグラフィックスで自前の文字も表示できる。プログラム制御でマイクロフィルムをスクリーンに投影できる。プラと4端末には1616 16の 赤外線タッチパネル機能があり、画面に表示された選択肢に学生が指でタッチして答えることができる。プラト4端末の標準キーボード端末に周辺機器を接続することもできる。例えば、グーチシンセティックウッドウィンドは4世のシンセサイザーで、プラトのコースウェアに音響を加えることができる。あとのプラト、 V 端末では16世のグッチサイバネティック、シンセサイザーに発展した。これにより、初期のマルチメディアを実現している。これらのシンセサイザーのための音楽記述言語が、開発され、コンパイラ、楽譜エディタ音楽ファイル用ファイルシステム、リアルタイム演奏プログラム、デバッグや、作曲のためのツールなどが開発された。対話型作曲プログラムもいくつか書かれている。 別の周辺機器として、音声合成装置バトラックスが開発され、チューター言語にはそれを使ってテキストを読み上げさせる、正というコマンドが追加された。このシステムの目標は、音楽教師が教材を作るためのツールを提供することで、音楽の聞き取りドリル、キーボード演奏の自動判別、エンベロープや音色を聞き分ける、耳のトレーニング。 音響学的な対話型の例示、または実験、即時のフィードバックを伴う作曲や理論の演習などが考えられる。プラと V 端末。ランクトラックというアプリケーションを実行中。端末の持つマイクロプロセッサとメインフレームが協調動作する。プラズマディスプレイがオレンジ色の傾向を放っている。ディスプレイの周囲に赤外線センサがあり、 タッチパネルとしても機能する。マイクロプロセッサが登場すると、新たなプラト端末は、プラト4端末より安価で、ずっと柔軟性の高いものにできるようになった。イリノイ大学では、プラト V 端末と呼ばれたが、システム自体は、プラト4のままだった。端末は、インテル8080 80を搭載してローカルに、プログラムを実行できるようになった。 現代の Java アプレットやアクチベックスコントロールに近い小さいソフトウェアモジュールを端末にダウンロードすることでプラトのコースウェアで複雑なアニメーション表示など従来では不可能だった表現が可能になった1972年始めパロアルト研究所の研究者らがイリノイ大学のプラトシステムを見学したこの時グラフィックスアプリケーションジェネレータの小ディスプレイ ユーザー定義文字を作成するチャーセットエディター、タームトークやモニターモードといったコミュニケーションプログラムなどが披露された。1975年には CDC が寄贈した CDC サイバー73を使い、従来からの場所以外に、小中学校、高校、短科大学、総合大学、軍の研究所など150カ所で使われるようになった。プラと4は、 テキスト、グラフィックス、アニメーションなどでコースウェアを構成でき、共有メモリ機能によって複数ユーザー間でデータをやり取りできる。共有メモリ機能によってチャットのようなプログラムやマルチユーザー型のフライトシミュレーターなども開発された。プラと4の運用開始に合わせてビッツァーはプロジェクトの成功を宣言し、汎用的なコンピュータ支援教育が万人に向けて、 可能になったと主張した。しかし、端末は非常に高価で、プラトをさらに普及させるには、コスト低減のためのスケールダウンが必要と思われた。プラト4は製品化できるまでの品質レベルに達し、ウィリアム・ノリスはこれを製品化することに、ますます関心を寄せるようになった。ビジネスの観点から、ノリスは CDC をハードウェア製造企業から、 サービス企業へと進化させたいと考えており、コンピュータ支援教育は将来有望な市場と思われた。また、ノリスは1960年代末の社会不安の原因は社会的不平等にあると考えていて、それを何とかしたいと考えていた。プラトは高等教育を受けられない若者に大学並みの教育を受ける機会を与えられる可能性があった。 ノリスは1960年代末にサールに機材を提供してシステム開発を支援した。1971年 CDC 内にプラトのコースウェアを開発する部門を創設し CDC 内の従業員教育や技術マニュアルの多くをプラトシステムのコースウェアとした。1974年 CDC のミネアポリス本社でもプラトの運用を 開始し、CDC サイバーの新機種をプロジェクトに寄贈するのと引き換えにシステムの商用化権を手に入れた。イスとツー端末で CDC プレイトーネットワークを使っているところ、CDC はこの契約を発表し、1985年までに同社の売上げの半分がプラとサービスによるものになると主張した。1970年代を通じて CDC は、 商用ツール及び失業者の新企業種向けの再訓練用ツールとして、プラトを積極的に売り込んでいった。モリスは、プラトの可能性を諦めきれず、農夫のための作物情報システムやスラムの若者のための様々なコースなど、主流ではないコースの開発にも投資した。1980年代初め、CDC は、新聞、雑誌や、 ラジオなどでプラトの大々的な広告宣伝を開始する。プロジェクトは6億ドルとなり、CDC 社内ではこの方針に反対する声も上がった。ザ・ミネアポリストリビューン氏は、その広告の文言に疑問を持ち、調査を開始した。調査の結果、そのシステムはより良い教育システムであると証明されたわけではないが、少なくとも利用者は、 楽しんでいるということが分かった。外部調査機関による公式の評価でも似たような結論となっている。すなわち、利用者は皆楽しんでいるが、教育効果という意味では、平均的な人間の教師と基本的に変わらないという結果だった。もちろん、コンピュータ支援教育が人間の教師と同等の効果を発揮したということは大きな成果であり、 CBT の先駆者らが目標としていたことである。コストさえかければ、コンピュータで全生徒に対応することができ、ストライキも起こさない。しかし CDC は、開発費用を少しでも回収するため、同社のデータセンターへのアクセスに1時間50ドルという料金を課した。そのため、人間の教師を雇うよりも高くつくという状況になってしまい、プラトの実用化は、 失敗に終わった。それでもシステムを購入する大企業や政府機関も若干存在した。プラトをより大衆化する試みとして1980年にミクロプラトが登場した。これは機能を限定したチューターシステムを CDC の端末バイキング -721 で動作させるもので他にもいくつかのホームコンピューターへの移植版も登場した。 TI-99,4A、Ti 99, A あたり8ビットコンピュータ、z ニス Z-100 などに移植され、さらに後には、ラジオシャックの TRS-80 や、IBM PC にも移植された。ミクロプラトはスタンドアロンでも使えるし、CDC のデータセンターに接続して、マルチユーザープログラムを利用することもできる。このため CDC は1時間5ドルの、 ホームリンクサービスを開始した。ノリスはプラトにこだわり続け、1984年になっても、ほんの数年でプラトが CDC の主要収入源となると主張していた。ノリスが1986年に CEO を引退すると、徐々にプラトサービスは縮小されていった。後にノリスは、プラトが失敗した原因は、ミクロプラトにあると主張した。 TI-99-4A を最初のプラットフォームに選んだが TI は間もなくホームコンピュータ市場から撤退し当たりのシステムも似たような結果となった。モリスはプラトシステムの価値はオンライン制にあるとしその部分が欠落していたミクロプラトは時間の無駄だったとしている。ビッツァーは CDC の過ちについてもっと率直に 同社の企業文化が問題だったと主張している。ビッツァーによれば、コースウェア開発コストは、コース実施時間1時間あたり、平均30万ドルで、サールは似たようなコースウェアにもそれだけのコストを支払っていたと指摘している。したがって、CDC がコストを回収しようとすれば高い、価格設定にせざるを得ず、価格が高ければ、多くの人は寄りつかない。ビッツァーは、 CDC 社内にコースウェア開発部門を設置し、その部門が利益を上げることを指示したことが高い価格設定になった原因だと指摘した。CDC がプラトの販売促進を行っていた頃、海外でもプラトを使用する動きが出始めた。南アフリカ共和国は1980年代初期の最大のプラトユーザーの一つである。南アフリカの電力会社エスカムは、 ヨハネスブルグ北西の近郊に CDC の大型機を所持していた。発電及び送電に関する管理タスクなどに使われていたが、プラトソフトウェアも動作させていた。1980年代初期、南アフリカ最大のプラトシステムを設置したのは、西ケープ大学で、有色人種の教育用に一時期は数百のプラト、4端末をヨハネスブルッグとデータ回線で、 接続していた。他にもいくつかの研究教育機関でプラトを採用している。例えば、入ッする近郊のマダデニにあるマダデニカレッジなどがある。マダデニカレッジは特に特殊な例である。学生は1000名ほどで、全員黒人であり、99.5%がズールー人である。クワズールー自治療内の教師10人を配置した大学の一つで、 その中でも最大規模である。大学とは言っても当時は教室に電気も引かれておらず、大学全体で手回し式の電話が1台あるだけだった。その中に16台の端末を配置し絨毯が敷かれ、エアコンが設置された部屋というのは明らかに異質だった。当時、プラトの端末を通してだけ外界とコミュニケーションが可能だった。学生の多くは、 田舎から来ており、プラト端末は彼らが初めて見る電化製品だった。彼らがプラトを使いこなせるかという懸念もあったが、実際に使わせてみると何の問題もなかった。1時間以内に多くの学生がシステムに慣れ、数学と科学について学んだ。特にキーボードのタイピング学習が人気を呼んだという。一部の学生はチューターの使い方まで学び、 さらにごく一部の学生は、ズールー語のコースウェアを書くところまで行った。南アフリカでは、企業内のトレーニングにもプラトが使われた。戦術したエスカムは、発電所のオペレーターの教育に、プラトを利用し成果を上げている。南アフリカ航空は、客室乗務員の教育に、プラトによるシミュレーションを採用した。他にも多数の企業がプラトを、社内教育に採用した。 CDC の南アフリカ支社は、プラト上で中学校の全家庭のコースウェアの開発を推進したが、完成間近になって南アフリカから撤退することになった。これはアメリカ合衆国でアパルトヘイトを行っている南アフリカへの反感が強まったためでもあり、また CDC がマイクロコンピュータの急速な発展に乗り遅れたためでもある。 プラトはコンピュータ支援教育向けに設計されたが、コミュニケーション支援機能によって生まれたオンラインコミュニティが最大の遺産だとされている。デイビッド・アール・ウーリーが1973年に開発したプラトノーツは世界初の電子掲示板であり、後のロータスノーツに影響を与えた。1976年までに様々なオンラインコミュニケーションのツールが 開発されている。パーソナルノーツ、トークマティック、ターム、トーク、モニタモードなどが開発され、顔文字もプラと上で生まれた。プラと端末のプラズマディスプレイは、愛、応対域幅が小さかったが、ゲームに適していた。一つのゲームに60ビットの共有変数を1500個割り当てることができ、それを使ってオンラインゲームを実装可能だった。 教育用のシステムで利用者の多くが若者だったため、ゲームへの関心は高かった。1970年代から1980年代にかけて、プラト上で様々なマルチプレイヤーのオンラインゲームが作られた。スタートレックに基づいた、エンパイアー、フライトシミュレーションゲームのエアファイト、戦車シミュレーションゲームのパンサー、フリーセル、ロールプレイングゲーム、 ダンジョンズドラゴンズから着想を得て生まれたいくつかの RPG がある。モリア、ドライバルッチ、バグズドラッグスなどはマッドの先駆けである。ドゥームやクエイクのような位置認視点のシューティングゲームも人気を呼んだ。アバターはマッドとして特に人気となった。こういったコミュニケーションツールやゲームは プラトの多数のユーザーによるオンラインコミュニティを形成する元になった。このコミュニティは20年以上も存続した。プラトでのゲームはあまりにも人気となったため、ザインフォーサーというプログラムを開発してゲームの実行を監視するようになった。コンテンツによるアクセス制限を設けるスタイルの先駆けである。2006年9月、最後まで残っていた CDC サイバーを使った プラトシステムである、連邦航空局のシステムが退役となった。プラト K の現存するシステムとしては、ノバネットと講述する CYBER1.org がある。1976年時点で、本来のプラト4システムは950の端末からアクセスでき、3500時間のコースウェアを要し、CDC とフロリダ州立大学でも、 追加のシステムが運用されていた。最終的に12000時間以上のコースウェアが開発されている。高校とカレッジの家庭はほぼカバーしており、他に読書術、三次調節、ラマーズ法訓練、家計簿などを扱ったコースウェアもある。イリノイ大学医学部は大学1年生向けの科学系のコースウェアと自主試験システムを開発した。 1980年代に CDC が撤退すると興味を持っていた教育者が IBM PC にその機能を移植し、さらにはウェブベースのシステムを開発した。プラトに関して CDC で最大の商業的成功となった事例として全米証券業協会のオンライン試験システムがある。1970年代にマイケル・スタイン、E ・クラーク・ポーター、 ジム・ゲスキエールがナスド重役のフランク・マコー・リフと協力してオンデマンド型の商用試験サービスを開発した。試験ビジネスは徐々に成長し、1990年には CDC からドレーク・トレーニング・テクノロジーズとして独立することになる。その後同社はノベルと提携し、メインフレームからランベースのクライアントサーバーモデルへと移行し、 世界規模で様々な資格認定団体のオンライン試験サービスを提供するビジネスを展開するようになっていった。現在はプロメトリックという社名である。またプロメトリックを退職した人々が同様の企業ピアソンビューを1994年に創業している。他にも小規模な類似企業がいくつかプラとシステムから派生していった。 2012年現在で存続している企業として、ザイグザミナーコーポレーションがある。イリノイ大学出身のスタンレートロリップと CDC 出身のゲイリー・ブラウンが1984年にザイグザミナーシステムのプロトタイプを開発し、同社の礎を築いた。1970年代前半、ノースウェスタン大学では、プラトを改良したマルチ、チューターシステムを開発し、 その一環として、ジェームズ・スカイラーがハイパーチューターを開発した。これはいくつかのサイトで CDC 製メインフレーム上で動作した。1973年から1980年にかけて、イリノイ大学医学部のトーマス・ティー・チェンのグループがチューターをミニコンピュータマドコンプ4に移植した。初のミニコンピュータへの移植であり、1976年には、 ほぼ動作するようになった。1980年、チェンはこれを販売するためにグローバル、インフォメーションシステムズテクノロジーを創業。後にあだやなインクに吸収された。マドコンプ4への移植に参加した、ヴィンセントウーは当たり向けプラトカートリッジを開発している。1989年、CDC は、プラトの商標権とコースウェア販売部門の権利を ザローチオーガニゼーションに売却。トロは社名をプラトラーニングと変更し、2012年現在も PC 上で動作するプラトコースウェアの販売とサービスを提供している。その後も CDC は基本システムをシベスと解消して開発を継続し、既存の顧客へのサービスを継続。後にシベス事業をユニバーシティオンラインに売却した。 ユニバーシティオンラインは後にビキャンパスと解消した。イリノイ大学もプラトの開発を継続し、ユニバーシティコミュニケーションズ、インクと共同でノバネットという商用オンラインサービスを立ち上げた。サールは1994年に閉鎖となり、プラトのコードベースは UCI が管理保守することになった。UCI は後にノバネットラーニングと解消、同社は ナショナルコンピューターシステムズに買収された。まもなく、NCS はピアソンが買収し、何度かの名称変更を経て、ピアソンデジタル、ラーニングとなった。2004年8月 CD、CDC の最終リリースに対応した、プラトがサイバー一として、オンラインで復活した。フリーかつオープンソースの CDC マシンの、エミュレータデスクトップサイバー上で動作する。6ヶ月で、 口コミだけで500人のかつてのプラとユーザーがこのシステムに登録している。サイバー1で使われているのはビキャンパスの許可を得たものでシベスの最終リリース版である。オペレーティングシステムは CDC の資産を取得したシンテグラの許可を得てノスの最終版を使用している。サイバー1ではこれらのソフトウェアをエミュレータ上で動作させている。 一万六千以上のレッスンがあり、ゲームなどもかつてのものが動作する。以下のようなゲームも開発された。ありがとうございます。